ございます。韓国旅行3日目です。おはようと言いましてももう15時なんですけどね、これからちょっと遅めのランチを食べに行きたいと思います。ユッキーを探しに行きます。ではレッツゴー。これから高速バスターミナルに向かいます。カンナムから一駅で行けるみたい。高速バスターミナル駅に着きました。これからちょっと激安の服を探してみたいと思います。はい、ゴーテモールに着きました。おー、早速安いものがありますね。スカートがだいたい1100円とか、ユナも1100円。なんかこういう安いところから奇跡の1枚を探し出してみたいと思います。結構かわいい服いっぱいあるよ。すごいすごい、いいお店だ。めっちゃ混んでるわ、人いっぱいいる。いや安いわ、これはいいお店ですね。だいたいみんな1000円ぐらいで服が買えます。ここはバッグ屋さんとか、だからなんかこうね、島村みたいな感じのパジャマ屋さんですね。靴も売ってますね、すごいすごい。ここはセイキーツの靴屋さんです。かわいい、なんか楽そう。1000円っていいね。あれいいな、あのスニーカーめっちゃかわいい。こんな感じのラインナップですね。かわいい、このポンポンめっちゃかわいい。スニーカーとかいいね。いいね、千駅一の靴屋さんでした。これかな、ちょっと休憩です。ここでユッキビビンバを食べます。はい、届きました。デカ盛りユッキビビンバです。めっちゃ美味しそう。スープも出てきた。なんかおかずはセルフサービスって言われました。すごい野菜がたっぷりです。多分女の子のお客さんが多いから結構野菜が入ってると喜ばれるのかな。多分美味しいですよ。おすすめのお店です。だいたい8000ウォンです。日本円で800円ぐらいです。はい、反対側のレーンを今戻っております。駅の方へ。すごい遠いやろ。すごいよ、あの先まである。すごい可愛いモフモフの靴を見つけました。なんとこれ安い、1800円ぐらいです。これ買おうかなと思います。質感もいいし。こちらが激安エリアのマップとなっております。ここら辺がさっきのユッケ食べたフードコートです。すごい結構長い道。私がさっき紹介したのは多分ここからフードコートまでを紹介しました。まだ先にもいっぱい服が売ってます。はるかパイセンが好きなレストランです。10月28日にオープンしたばっかり。ここはイカスミパスタがめっちゃ美味しいです。これははるかのお友達です。お、これがめちゃ美味しいブラックパスタ、イカスミパスタです。トッポギも入ってます。いただきます。パスタにトッポギが混ざってます。いただきます。ちょっと辛い、美味しい。ピザです。美味しそう。トマトクリームパスタです。美味しそう。さあいただきます。おー、卵スープ。はい、これ何食べても美味しい。あとまだ日本人が来てないです、多分この店。多分ね多分いないよね、日本人。お疲れ様でした。ここは
食べてもめっちゃ美味しいですけど、ブラックパスタ、イカスミパスタが一番美味しいですので、ぜひ来た時は食べてみてください。ピザ丼です。ご飯、夜ご飯食べたのでデザートを食べに来ました。ピザ丼の夜だよ、ここは夜。今日月曜日だからあまり人がいない。金曜日はすごい混んだけど。じゃあ中に入ります。すごい、ケーキが超でかい。全部でかい。どれにしようか悩む。チーズケーキとバニララテにしました。はるかは可愛いティラミスです。はい、韓国旅行3日目の動画終了としました。では韓国旅行最終日4日目の動画でお会いしましょう。この動画をいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録をお忘れなくお願いいたします。ではバイバーイ、4日目で会おうねー。